選挙権が与えられる18歳以上になる若者に選挙の重要性を学んでもらおうと、今日石巻市の高校で模擬投票などを体験する出前講座が行われました。石巻商業高校で行われた出前講座には3年生115人が参加し、市選挙管理委員会の担当者が選挙の意義などを説明しました。選挙はですね、私たち住民の意見の代表者を決めるために必要なものなのです。この後、架空の知事選を想定した模擬投票が行われました。生徒たちは選挙公報を参考に決めた意中の候補者に1票を投じていました。去年5月の石巻市議選は18歳から19歳の投票率が 33% と、若者の投票率の低さが課題となっています。どういう感じなのかなっては思ってたんですけど、思ったより、すんなりというか簡単で、18歳になったら、投票したいなって思いました。自分は積極的に行きたいなとも思いましたし、これから周囲がどんどん有権者になっていくので、一緒に行こうよとか声掛けができたらなというふうに思います。この石巻市選管による出前講座は今後小学校でも実施されます。